お疲れ様です。今日はこちらみかん坊やデッキ第2弾やっていきます。さあ、みかん坊やさんからなんと LINE で唐突にこのデッキ強えよ、最強だから試してみてくれと、はい、連絡来ました。なので今日はね、こちら、モンクラムですね、はい、やっていきます。まあこれことなんかね、すごい特殊なアイスゴーレムも入ってて、スペルがタルババとザップで、マスケもあって結構高回転目なね。でなんか今の環境ではいないホバもね、なんかいちゃったりして、だいぶ面白そうだなというわけでやっていきます。でタワーはブラスターって言ってましたね、はい。でなんかペッカや流行りの迫撃砲には勝てるって言ってましたんで、まあ環境デッキ引いたら勝っていきたいですね。まあ基本的に文句が多分強いと思うので、まあ文句プラスラム、文句プラスムート、文句プラスホバリングみたいな、まあ文句プラスの形を作ることを意識して、おー、これも文句言ってみたいな。やばい、ホバがほんまでかい。いや、いいタイミング。そう、いやこれだけで多分強いんですよね、基本的に。でガゴも反射できるんで、さあある程度は溶かせますよと。でウィザードガゴか今んとこ。おー、エリクサーポンプはどうすんだろうね。なんか教えてほしいなこれ。まあエリポンとかも今の環境いないので、いやー、まあよくわかんないんですけど、ババ美味しい。ザップでギャング来るかなってちょっと思ったんですよね。なんだろう、わかんないっすわ。わかんない、ちょっと珍しいデッキ来たな。ババーウィザードか。いやー、マジ激しそう、あれ。まあ進化ザップを貯めて守るっていうプランもありっすね。ぶっ飛ぶ。おとなしくいっか。守れるかな。さあスパーキーね、ジャイスパかな。反射できるんすけど、反射できるけど、できた後にミリ残るんでね、スパーキーって。やばい、タイミング最悪すぎる。え、でも進化スキルおつ、なんか文句これまでにないぐらい下手だったけど、いや意外となんとかなってるか。いやー、まあ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 意外と。でこれババがね結構厄介なんですよね、俺視点は。いったババが来ます。ほどほどに。いや、めっちゃいい、このタルスケいいよ。これで相手のエリポンのアドとかをなくしていっていいよ。進化ザップあれば別に何来ても一旦守れると思うんですよ。いや、いいな、このちょっと高回転なんで周りでなんとかしてる、無理やり。まあ反射して高めホバー、相手もなんかムートね対応。やばい、ホバが14だから弱すぎて、ユニレベがめっちゃ進化スキル使いたいけど、温存もちょっと良かったり。でもいいな、打たなくてもいいな、一生残るんで。残んね、ちょっと怖いねこれ。さよならして、アイゴリユードアです。まさかの、え、このアイスゴーレム良すぎる。みかんさん100回に1回ぐらい神デッキを生むんですけど、もしかして100回に1回来たかもしれないですね。マジ100回に1回ある。もうラムライダーいらない。100回に1回来たんじゃないっすか、ラムとかも出さずに。おい、突破しちゃいますよと。おもれデッキだな、なんだこれ。
まあ、ムーとホバを、まあ、モンクの後ろで溜めまくるみたいなデッキか。ラムライダーいつ飛ばすかな。まあなんかユニット残って余裕あったらぐらいで良さそうな気がしてます。まあまだ1戦しかしてないんで判断材料には足りないんですが少し前ね、みかんさんが考えたロイジアがもうほんと環境デッキになって世界上位でね大量発生してたんで、まあこのデッキももしかしたら流行りまくる可能性はねあります。ウッドギャングかコカッちゃん。いやーもうホバーもムートもまあ強いか。ホバー強そう。これでもプリンセスの位置が良ければ禁忌されちゃうんでね。え？まさかのアウトロー。え？スケがすごい一応端プリもケア。アイゴリーナ。そう。よし。なんでさっきから手前やん。いやアウトローラム組むだけ強そうっすけどね。まあ、次進化バレル来ちゃうんでここ無理しなくてもっていうところではあるか。ロッキーあんのかな、まあ、それだけちょっと知りたいっすよね。一旦耐えか今。マイスゴーレムもあるんでね。進化相手のバレル当てれるかな。鈍い値。いやロケがなかったら嬉しいな。打っちゃうか。いやこういうアイスゴールもちょっと優秀。難しいな。いやマジで限界すぎる。ちょっとボロいホバが。まあタルババザップか悪くないんすけどね。ちょっと耐えるのがしんどいな。相手ロケないんで。ちょっと熱いかも。もう干渉？干渉？いや強すぎるナイト。いやあるな。モンクラムがさ究極的に強いみたいな話する。やばい。そっちじゃない回収。
あれがちょっと暑い。おっぱっぴーほぼ。え、熱っ、待って、なんで勝ってんなんで、え、ちょっと待って、負けたと思った。ホバかホバかムートか、なんだ、なんか頑張ってたい。いや、まあ、アウトローちょっとだるかったっていうのはね結構あったんですけど、まあ、タルババザップ、あとはモンクが良かったな。まあ、ムート、まあ、環境ムート今めちゃんこ強いんで、まあ、ムートも良かったな。うわまあ、モンクラムさえ組めればある程度のダメージは保証できるよっていうとこあるんで、モンクラムね、進化ザップと同時に行きたいな。さあ、ユウの、まあペッカかな、適当に。まあ、ザップはマジ雑に打ちまくって進化ザップ回したいな。ショータイム、ショータイムは文句で頑張れって話なんでね。まあ、みかんさん、タルババザップとかタルババ雪玉構成好きなんでね、この人、この人っつって、そう、なんかバルーンとかもよくタルババ雪玉とかでデッキ組んでたイメージあるっすわ、みかんさん。なんか小物スペル2枚が好きで、俺も意外とこの小物スペル2枚的なデッキは好きだから、意外とみかんさんの考えるデッキはね肌に合うと思ってはいる。まあでも俺の方が使いこなして俺のデッキにしちゃおうかな。よいしょさあ、ペッカラムね、もう最近なんかボイドザップから進化してヤナメボイドザップとかヤナメボイドとかヤナメザップになってるんですよね。なんかその流行りの迫撃砲が強すぎて勝てないらしいボイドだと、え知識不足知らない、そのガインが入るなんて。なんでやねんって悲しいお話。LSP 工場、あ、流行りのやつっすね、まあ、完全に。まあペッカがちょっとだるいような気もしなくはないが、まあ進化ザップで頑張ろうかって話ね。強すぎる呪文が。え、美味しい、これ。まあこういうの言っていいんじゃない残ってたし、一発いいね。間に合わねえか。さあ、こんな感じでちまちま、え、美味しくね。で、反射したところをユニット追加、そうどう考えても勝ちの香り。相手のウィザード美味しいな。で、ホバがさ、14レベとか関係ないいや、ペッカは余裕っすね。いいな、ペッカに勝てるって前言ってたんで、環境のね、ペッカにも勝てちゃいますよと。今んとこだいぶいいなみかんボーイデッキ、俺の好きなホバムート入ってんのもね評価高めっす。まあコースト回して、あー、ボンバー、アイゴレスケとかもね、なんか最近プリンスとかも多いんでちょっと嬉しかったりします。
ゴブジャイかな、これは守れるかな。ゴブジャイホバリング多分軽くあんま出ないんで、対ゴブジャイ特にあんま出さなくていいんだろうなっていう。アイゴレがなんか優秀すぎん。アイゴレ優秀すぎる件あるな。よし、これずっとパッピーだ。あ、ごめんね。アスケも、アスケも、うー、これは意味ない。今の延命できたら熱かったけどな。甘かったか。ホバリングボイドに弱すぎんな。弱すぎるボイドに。まあ、アイゴレ文句、アイゴレムートで頑張ろう。時間稼ぎの最強アイスゴレム、こいつもなんかそろそろ進化してもね、面白そうだけど。まあ、ここはプリンスいるんで行かなくてもいいか。はしまいゴブジャイからのプリンスドエもあるっすね。むずいね。うまい。自分で言っちゃって、ちょっと今アイゴレスケがうまかった。常識か。よいしょ。ホバリングマジで何やってんだ、さっきから。待って、ミスった。待って、なんか多すぎる、意味わかんねえのが。なんかプリンスとかフェニックスいると突破が難しいな。いや、守りはするんですけどね、その攻めが難しくてさ、一生こんなんになってる。惜しいな、なんか。ちょっとずつ見えてきてるかもしれない。強すぎ、なんか相手の何が強い、ボイドかな。呪文さ、ボイドエナムザップの火力を下げたらクロロバってもうちょっと面白くなるんじゃないのかな。ワンちゃん、うおい、ほんまにどういうこと。勝ちました、はい。いや、今のバッカきつかったな。まあ、バッカきつかったけど勝ったな。だから多分ミリ残りでホバリングが残る
ムードが残るっていうのは結構価値あるんですけど、14だとね、オンボロなんでね、わざわざこのためにアイスゴールもさっき15にしたんですけど、14でもよかったかなっていう。ワイルドカード5万枚ね、1100円かけてアイゴール完走させたんでね、ちょっと。やべ、ザップ使ったか。うわ、やべ、ごめんねー。パフ当たんねえか。やべ、最悪。こそね。あ、ラッキー。さあ、これは流行りの迫撃法じゃないですか。もうこのデッキしかいないぐらい多いんでね。ふふふ、弱。みんなこれタルババザップなのはいい部分っすね。まあモンクラム積極的に組んでいきますか。迫撃突破できんのかなっていう、こういうのヤンキーですけど。いやー、止まんだろうな。つえー、怖いな。まあ陸行きちょっと多めなんでね、流行りのムートやほんとプリンスに対して優秀すぎる。サイクルアム受けもある。まあ問題は削れるか。やらしい攻めが来るの。お、え、にゃにゃにゃ、お熱すぎ。何それ、行っちゃおうかなんか。じゃあ事故ってたし、今のやばくね。ラッキーにも程があるよな。スキキンってさ、めっちゃ強いイメージあるよな。だってその進化スキン鬼弱かったの。これいいね。なんか何もしてないけど勝てそう。アイゴレアイゴレちょっといいな。え、これ終わったくね。これ、相手も気づいてます。グッドゲーム、これですよ。だからこれが強いんですよね。いや、これ以外は弱い。進化ザップいつ使おうっていう。いや、いいやりごぶやな。ほばが、さあザップ、いやー、いい受けや。そんな止まっちまうか、逆にまずいな。いやー、いい。ダメージはかかってないけど。やばい。え、怪しい疑惑入ってる。うわー。これ勝てねえの。迫撃とブラスターがさ、ちょっと強すぎてさ、これ突破できない案件ね。ダメやこの時ダメ。あの環境はこれしかいないのに、これに勝てないならダメ。
めっちゃ勝てそうだったんだけどな。なんでだろう。なんか別にその俺のダメージが入んなくてディガー削りに負けたみたいな感じなの。なんか惜しいな。この熱狂はちょっといいんだけどな。まあ白血病が悪いっすね、ぶっちゃけ。なんかここ 1,2 年ぐらい、いやもうなんなら 2,3 年なんなら 7,8 年ぐらい白血病ってちょっとせこい位置にいるっすよね。なんか白血病よりもまあ強いカードが、まあそれこそね、なんだかんだ安定のロイジャイだとか、まあ今だとペッカとか、まあいろいろさ、白撃よりもまあ目立つカードがいるから許されてはいるが、いつも2番か3番目ぐらいに強い位置にいて、まあ他のカード強いしっつって下放されないで生き延びている、はい、引きこもりセコセコ戦術なんで、はい、下放してください。運営さんお願いします。チェーンスクラか、そんなイメージはあります。なんか一生強い最近。トレネか、タルはさすがに檻か墓石か気になるな。檻か、これ檻咲いたやん。これラムしかもムートの外回りしてさ、キング起動されにくいみたいなない、ちょっとあるよな。熱い、これキング多分できないんですよこの位置ね。できないって言ってんの。よし、いいね。まあでもブラストなんですけど、あの受けはちょっと大変か、チエルの、まあ、ムートはスケラにちょっと優秀ね。ホバリングが、ホバリングが怪しいぐらいか。まあアイスゴーレムも一応スケラには時間稼ぎ程度は優秀か。もう戦い方が終わっている。いらなすぎるいらなすぎる、下手すぎる受けが。すげえ戦い方だな。ムートのこの優秀加減やばい。じゃああれなんか邪魔だな、壊しちゃおうかな。全員壊れちゃうよ。このラムちょっときつくない？あー、いい防衛だな。いやマジスケラが強すぎて、ハゲんな。まさかの檻に負けんの俺。みかんさん単品スケラーに勝てないの恥ずかしすぎるな。そういうもんか。脳筋スケララッシュに勝てない。ワンチャンありそう。終わりました。ダメです。
もう少ない方ならダメっす、はい、まあブラスタープリンセスタワーにしたら何がきついんだ。でプリンセスタワーでもちょっと良さそうなね気もする。プリンセスタワーでもちょっと良さそうな気はする。ブラスターである理由なんだ。まあペックとかが楽になるぐらい。あとゴブジェイ系か。あーまあ火力がないんでタンク系を溶かすのにブラスターじゃないとやばいっていう話ね。さあボンバーロイ、まあこれはブラスターで良かったでしょう。ファイボか何か知りたいな。間に合ってる。これちょっと強くない。絶対ない。おつ、え、入りすぎじゃね。ま、いやそれもまやば、嘘って言ってほしい。フィジカルすぎん。まあ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 全然耐えました。キョロイレイジか、グロいな。いやーなんか完封トリトンだるいな。キョロイレイジトリトン、これ組まれたら結構危ないが320耐えてんのか。組んのかこれ、無視でもいいの。全然美味しいな。キョスケがあるからってことか。やばい、入っちゃったかこれ。行くしかない。あぶねー、あぶねー、よく耐えた、怖すぎる。ブラスターじゃないと勝てないしさ。マジギリギリすぎたな。なんかホバリングが絶妙に仕事してないような気もするんですよね。どうなんだろう、相手してやっぱいたらうざいのかな。わ、スケラカゴレだ。そうなんで、まあホバーなんかもっと違う、いやマジクララしようぜ。俺がマザネコ持ってたらグッドゲームや。持ってないんですけど、ジャイスキャラっぽいな。いけ、ムート延命。うわ惜しい、ちょっと惜しかったな。泣くね、ナイトボンバー、まあ、もう一個対空が、まあ、ガゴとかかな。テンプレだと
アーチャーマルか、あの進化ナイト進化ボンか、わかんねえな。まあまあまあ、スケラってことは分かったんで、スケラ守れるかな守れるかな、ちょっと頑張って守るしか道がないんですけど。あ、熱い、ガゴ飛ぶ。熱っスケラを守れるかなってとこではあるんですけど、スケラを守んなくていい、強いな。いや、形組めたらやっぱ強いんだろ。まあ、始まりじゃないスケラ来るよ。さすがに読めてますよと。しっかりね、最後のワンチャンスまで確実に潰して相手の本性を暴いて諦めさせますよと。いや、いいね、みかんちゃんデッキ。まあ、ホバリングマシでマザネックでもいいな。うん、それ以外はだいぶ良かった気がします。タルザップ悩ましいな。マッチングによってはホバも大活躍するのかなと言ったとこです。さあ、というわけでみかん坊やデッキ第2弾です。はいなんかみかんさんが最強デッキって言ってたんで、ちょっと皆さんもぜひ試してみてください。概要欄にみかんさんのチャンネルも貼ってますんで、ぜひね、そちらもチャンネル登録よろしくお願いします。では、おしそうだね。